はい、夜の8時ぐらいです。アップデをしたんですが、やばい。ちょっと会うのと変ですよって聞いたので様子見に来たら、なんか変ですね。まず入る前に遺跡だとなんか雲鬼みたいななっちゃうし、青の塔だとなんか一瞬ヒカキンさんの塔みたいのが結構長めに映る。いや、もう面白すぎでしょ。どうやらなんかちょっといろんなとこで不具合が起きてるそうなので、確認をしに来たらなんかこんな感じだったので、とりあえず撮影をしたっていう感じですね。いや面白いって、やば。あ、待って、いろいろ起きてる。ちょっと待って、おやえ、青鬼レースになってるじゃん。私200人サバイバル押して、マッチング画面も100人サバイバルだったんですが、しかもこの方ね、多分ランキング1位の、重い。え、竹仕様になったよ今。何、え、私もなる。嘘でしょ、もうどうなってんの、混乱した。ちょっと待って、1位の人でしょ、勝てるわけがない。ちょっと無理。待ってね、100人サバイバル押したらなんかね、ガチバトルにも行ったし、青鬼ハイプのステージも行ったし、青鬼レースも来ちゃった。いやいや、なんで、何が起きて、どうなったらこんなことになって、でしかも完成すると竹仕様になるっていうのと、なんか1位の人とマッチングしちゃってるっぽくて、もう勝ち目がないっていうのと、モグラのスキンチェンジが1回ね、今日1回か2回お会いしたんですけど、あんな色だったっていうのを発見しましたね。やばい、もう無理よ。勝てない、もうアプデかな、重いしさ、今日、無理。いや終わった、普通に終わったし、いや、まあ1位の人とは無理です。はい、しかもなんかちょっと100人サバイバルのつもりが、あ、チケットもらえるの。ならいっか、それはそれで。いやな、どうだ、何が起きてる。はい、ありがとうございます。はい、で不具合のお知らせが来てますね。今日はちょっとフレンドマッチの企画をやりたくって、予定してたんですけど、アップデート来てますっていう風に教えてもらったのでアップデートしたんですが、なんかまあいろいろと様子がおかしいと。その中の一つ、これは知らなかったんですが、ウイルスを獲得して100人サバイバルに入ると完成モードで遊ぶことができず、ウイルスが消えちゃう不具合があるので、次のアップデートで改善しますっていうことらしいです。知らなかった。要は感染しても消えちゃうってことですね。いろいろ起きてますけど大丈夫ですか？すっごいいろいろ起きてる。はい、多分細かいの、多分いろんなこと気づかれてる方も多いと思いますが、なんか大変なことになってるっぽいですね。はい、という感じでございます。見ました？今多分シューポンキノコさんが完成鬼になってたっぽい。というかウイルス持ってたっぽい。びっくりした。でもそうですよね、さっきなんか不具合のお知らせ来てまして、ウイルス持ってても、なんか、ウイルス、青鬼感染ならずに、消えちゃうのが、待って、今、いたかな？どうなってる？あれ？今、シューポンキノコさん、いたような気がした。どこだ？どこ行っちゃった？青鬼感染はしてないってことかな？マッチング画面では、通常通り、感染鬼っぽいとこにいたんですけど、見失ってしまった。マリモだった気がした。あれ、どこにいる？完全に見失ってます。なんかさあ、あれ、これ違う？これシューポンキノコさんかな？鬼じゃないのかな？よくわかってないけど、どういう消費の仕方をするのか。やばい。これは名前がないから、普通の本物ですね。本物の青鬼ですね。もやもやついてないから。あれ、感染した状態なのか、どんな状態なのか、スキンが感染してるのか。もうでもシューポンキノコさんいたような気がしたんだけどな、チラッと今。やばい、どこだ最終地、どこ。いたぞ。普通のスキンになって普通のプレイヤーになるんだ、感染鬼持ってても。待って、やばい。待って、さっきガスマスクあったな、鬼いて足かせついてるけどガスマスクあったな、取れた。待って、でも右下だな、これ間に合ったのか。一回息吸おう。あ、やっぱりそうだ。シューポンキノコさんはご本人かな、多分ご本人だと思うんですけど、感染鬼にはならずにプレイヤーとして普通に
マッチングするっていうことですね。待って、この猫ちゃんみたいな子は誰だろう。ゴールドオーラの方、私そっち行きたいな、マジで。助けてー、やばいやばい、ここは確実に死にます。ちょっとガスマスク捨てで、やばいやばいやばいって。あー、そういうこと、不具合って。あー、誰だろう、お名前がちょっとわかんないけど、多分遊んだことある人かもしれない。そういうことか、感染ウイルス持ってても普通にマッチング、あー、マッチングしちゃうってことですね。キノコさん、やばいやばいやばい、どこ踏めなかった、え、終わった、なんだなんだなんだ。はい、どうもセリカです。金曜日になりまして、何かあるかもって聞いたので一応撮影をしている状態です。グランプリレースラストスパート、予選レースの動画視聴でもらえるグランプリチケットが10枚リザルトの動画視聴ボーナスの出現率 100%、 やば、やるしかない。31日まで週末にやれってことですね。ちょっと私できてなかったので、チケット貯めてたので一気につぎ込もうかなと思います。あ、何何これ、これか、なんかチラチラ出てましたよね、右側に。予告、6月1日から15時から販売予定。販売レベル15未満の初心者限定で購入可能なお得な初心者パックが登場。買うの初心者が買うの。ジェム100、青銭6000、レベル1から15に一気に飛ぶのかな。11,630ポイント、スコアがもらえるのかな。で、購入後すぐにガチバトルで使えるガチバトルスキンセットが登場。別売りですかこれは上のと別かな、何百円かお支払いをするといきなり強くなれちゃうみたいな。レベルが低くても魔王に使えちゃう、ふわっても使えちゃう。なるほど、なので始めてくださいねっていうことですかね。ということは普通に遊んでる人にはあまり関係がないことが、まあ、販売されるっていうことかな。お友達誘ってみてねっていうところでしょうか。はい週末イベント開催、青鍵祭りが28、29、5時、9時で、ある、あとは、もろもろですね、アップしてますっていうことですね、毎週のやつですね。はい、で、平日限定の5枚もらえて、ありがとうございます。はい、という感じで、それぐらいかな?特に何もないのかな?そんな感じかな?今もね、一瞬映ったんですけど、なんかいろいろパッと映る中の一つが、6月1日から販売開始ですね。なので、ショップにはまだ特に何も、変化はない状態かな。一応スキンショップ入れ替わりってことなので、欲しいスキン、お金に余裕がある方は購入をしてくださいねというご案内が来ておりますですね。はい。っていう感じかな。まだですね、6月1日からなんで。なるほど。ということらしいです。はい。ということでございまして、もっともっといろいろあるんですけど、ちょっとね、動画にして紹介するとあんまりよろしくないかなっていうこともいっぱいあったので、若干伏せ気味でご紹介してます。なんか、笑って、ちゃえるぐらいのレベルのものだけ、あの動画にしてる感じです。あとはもう青の塔とかもね、結構青の試練系も何かいろいろ起きてるようで、私も一応教えてもらったりしてたんですけど、その時のね動画とかも結構送ってくださった方がいて、一つだけあのね、青の塔の30回かな、25回も多分一緒だと思うんですけど、鬼が放つこの弾幕っていうか、このなんか白い玉が永遠に追いかけてくるっていうバグもあるらしくて、ちょっとでも怖くて私、塔はあまり今やれてないんですけど、いろんなバグが起きてて、ちょっと映像もつけたいんですが、なんか異様にね、ゆっくり追いかけてきて、結構しつこくて、結構邪魔みたいな、通常の鬼の動きではないので、まあこれも難易度どうなのかわかんないですけど、まあ、今回の 5.0.3 のアップデートで、いろんなことが起きてるっぽいので、もう紹介しきれないぐらい、紹介してはいけないものもたくさんあったので、まあ、このぐらいに今日はしておきますけども、ちょっとね、早く直してほしいっていう気持ちでやっております。ちょうどね、次の動画になると思うんですけど、ちょうど、フレンドマッチの企画をやってて、アップデートをね、しなきゃいけないような状態だったので、何も知らずにアップデートしたんですけども、ちょっといろいろ治るまでは遊びにくい状況が続いてると思いますが、次の動画のフレンドマッチの様子も、そのアップデート後の、なんかちょっとおかしいねっていう中でのフレンドマッチなので、そこら辺もちょっと楽しみつつ、ちょっと長い動画になりそうなんですが、次回の動画もぜひお楽しみにしていただけたらと思います。ということで、不具合あるよっていう一部だけ紹介するような動画になりまして、この辺で終わりにしたいと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。よかったら他にも動画たくさん出してますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた、バイバーイ。